残暑厳しいですね。皆さん食欲大丈夫ですか？ここにも夏バテの男が一人。どうもバンビエンエプロンゆうきです。ちょっと暑すぎてね、ご飯が喉を通んないんですよ。ちょっとゆうき散歩やめてもいいかな？え？今日のゆうき散歩は高田馬場でもトップクラスにうまいうどん屋さんですって？いや、うどんなら喉越しも良くてね、喉を通りそうです。早速行かなきゃ。ゆうき散歩行ってきます。いやー、到着しました大地のうどんさん。めちゃめちゃ近いですね、バンビエンから。もうね、ここが大地のうどんさんで、あそこがバンビエンです。ほら、早速入ってみましょう。いらっしゃいませ。どうもー、こんばんは、バンビエンです。おー、すごい元気ですね。こちらはどういったお店なんですか？から出てきた新しいおうどんですね。はい、ぜひ東京の皆様に食べていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあそれでは名物のごぼ天うどんをお願いします。いいよ。大地のうどんはオーダーしてから麺を切って茹でるこだわりのお店。こんな感じです。おお。麺が入ります。いいよ。スープは博多風の澄んだスープを楽しむことができます。全ての天ぷらは作り置きせず、揚げたてを楽しむことができるんです。楽しみですね。イエーイ。はい、お待たせしました、ごぼ天うどんです。ね、ありがとうございます。うわ、すごいですね。はい、じゃあごぼ天うどん、やっぱごぼうがすごいでかさですね。こんなの見たことないですよ。でも、じゃあ早速いただいていきたいと思います。麺が半透明なんですね。そうですね。いただきます。うーわ、ツルツルでシコシコですね。ありがとうございます。すごい、なんかまたさぬきうどんとは違った歯応えで。そうですね、もちもちしてますね。ありがとうございます。すごい美味しい。大きい。うん、うまい。外側に置いてるか、ずっとカニカニで食べれますね。ありがとうございます。これはいいっすね。澄んだスープなんですね。そうですね、九州のスープなので。美味しい。しつこくなくて、すごい飲みきれるような美味しいスープですね。ありがとうございます。美味しいしゃ。いや、今日はとっても美味しいしゃ。なるほど、ありがとうございました。なんとバンビエンからね、ほぼ10秒なんで、はい、C 社を吸う前、C 社を吸った後、ぜひ大地のうどんさん行ってみたらいかがでしょうか。どうぞ大地のうどん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここまで、ゆうき散歩大地のうどんさん編でした。またー。イエーイ。